今日のね、夜、実はこの配信が終わった、あと1時間後か2時間後ぐらいに準備ができ次第、そのコロさんのね、制服雑談配信をね、やろうかなと思っております、実は。<laughs> なので、それもね、楽しみにしててね、おかころ、制服雑談みたいなね。そう、どうしてもね、 あの制服を着た状態でのコラボはコロさんと一番最初にやりたいなってやっぱりその一緒にねえそうなんですってコロさん言ってた今 <laughs> コロさん知ってるくせに <laughs> 知ってるくせにお主そうそうだからコロさんとこの後まあ、11時かはたまた12時ぐらいに まあ一緒にね雑談のコラボをねやりたいなぁと思っておりますそう一緒に、ね、並んでね配信やりたいんだよね、コロさんとねていていですか2 hours later あとはあとは 2>, 2人でしたいことなんかあるかだってえー、したいことか、でもな,んかなんか配信でってことでしょ 配信でもあじゃあ最初にじゃ配信でやりたいことあるうーんでも僕何気にねこのたわいもない雑談配信みたいなのすごい好きなんだよね。いやなんか今日さ今日さ配信を見ててさ、うん、なんかあの,あの新衣装で制服でのコラボはコウさんと一番最初にやりたいんだよねって言った時にもうコーねはねキーボード破壊したよね。 わォ <laughs> わーってなったよもうこれ,がこれがみんなが言ってるてーてーかーってなったよいやほんとコロさんそういうさあれだよね、うん、独占欲系のあれ好きだよね大好きねえめち嬉しいもんめちゃめちゃ <laughs> でもねやっぱ二人でさ同じさこうテーマにしてさ、うん、新装出そうって言ってたからさ、うんね、やっぱねそうそうそこはねコロさんと一番最初にコラボしたいなっては思ってたからねやっぱね <laughs> うれしい <laughs> うんやっぱ並ぶと可愛い,いね並ばなくても可愛い,いけどさらにかわいいよね <laughs>